前話したトリシャ制度に関しては年末までもつれるよねって話してて、今死体に1本いってるわけでしょ。ヒコダツと一応レッドゾーンの加減ラインが3875円、まあそこを下回って今動いてるので、まあ、とりあえずここあたりで買ってるんだったらしばらくちょっと様子見ましょうか。資生堂はね、あれバッチしちゃったね。ヒコダツの 423.6% 戻しないでしょ。ここにタッチで上がってるパターンでしょ。資生堂はみんなチェックしてるよなーって。資生堂は急落したもんね、今日ね。まあでもほら、前話した通りじゃん。資生堂に関しては。年末までもつれるよね、って話してて、今、死体に一本いってるわけでしょ。で、前ね、これ確か資生堂を高値掴みした人がいて、どなたか忘れたんだけど、その方にもアドバイスしたんですよ。ここで買うべきですかって。買うとしても、年末12月に向かってワンチャンもう一発下に来る可能性があるから、もしやるとしても、ここで買ってもう一回買うような、形にしておくべきなんじゃないかという話をしてたと思います。であと、フィボナッチとレッドゾーンが、423.6% 戻しラインが3875円なんで、ここまでワンチャンいくかもしんないねってことも確か付随して肉付けしてたんだけども、合言葉は中国関連需給が悪い6月7月高値、はい、この3フレーズが揃うと揃ってるような銘柄はちょっとやっぱしまで重たいよね。うん、まで重たいよね。はい、ひとしさんレッドゾーンに入りましたね。あとは需給、そうだね、あとは需給だね。レッドゾーンに入ってフィボナッチと一応ね 423.6% 戻しラインまで下がってきてるんだけども、ここで果たして止まるのかどうかっすね。止まるのかどうかっすね、はっきり言ってね。はい。4911資生堂がどんどん安くなっていくって、それはね、はい、前から言ってる通りの動きだと思います。はい。一応、フィボナッチの、ここなんだよね、423.6% 戻し合いの3875なんだけど、もうここあたりの銘柄、こういった値動きをしている銘柄に関しては、年末年始に向かって、最悪で、税制上の売りが終わる、そういう数は最終日ぐらいまで押すかもしれない。そこあたりを意識してやらないといけないよね、っていうふうに話したと思うんですよ。やっても打診。で、下がっていくこと意識っていうふうに話したでしょ。で、人やっぱ下がってきてるから、うん、そういうことだと思いますよ。タラちゃんタラちゃんさん、資生堂に3939円で買ったけど下がってるって感じね。うん、はい、そうですね。4911で1000株現物買っています。配信を拝見してちょこっと資生堂の話してていますが、どうしようか悩んでいます。一言カツを入れてください。長期です。はい、長期です。年末年始までこじれるっていう風に言ってた銘柄なんで、これもう最終損益通算最終日ぐらいまでもたつくんじゃないですか。はい、損切るとは言えへんよ。さすがに高いところから相当下がってるから、投げ売られた後がピンチがチャンスになるかどうかですね。だから前言ってた銘柄の一覧ですよ。6月7月高値、需給が重たいで中国関連、この3拍子揃ってる銘柄は相当下押してると思うんですよね。うん、相当下押してると思うんですよね。だからそういった銘柄をは年末までやっぱし今大きく下げてるし、信用の投げ売り加速して高いところで持ってる人はきついよねっていう状況にあると思います。資生堂は中国絡みですからね。そうだね。うん、だから前から言ってたんですよ、ここあたりって。うん、で3900円ぐらいで買ったってことでしょ。でフィボナッチの一応レッドゾーンのところの下限ラインの3875円、まあそこを下回って今動いてるので、まあとりあえずここあたりで買ってるんだったらしばらくちょっと様子見ましょうか。今年はきついよっていう風に話した銘柄なんで、資生堂に関しては、うん、資生堂に関しては今投げ売りは加速してますからね。で日銀がもしまた変な手入れて小さい入れて日経平均下がるようになったらもっと下がるとは思うんだけど、まあとりあえずその1000株だったらなんぼだ、だいたい400万ぐらいかな入れてると思うんで、まあ下がったらまた買うみたいなね感じになるかもしれへんね、もしかするとね。うん、グッサン資生堂狙ってる人多いと思いますと。資生堂有料銘柄だからね、これでもうちょっとね配当利回り高かったらまあね文句言いようがないんですけど、配当利回り低いからね。この銘柄何パー、2%もあったっけ、なんか 1. 何パーやったような気するんだけど、うろ覚え、ちょっと待って。あ、でも低いよ、 2% 下回ってたと思う。うん、 1.57% だもんね。で株主優待が12月末にあるから、でもこれ1年間以上保有してる人が対象なんで、もしこの優待取りたいな来年っていうことやったら、今ぐらいに買っておいて来年からもらうっていう形になるかもしれないね。はい、資生堂は中国事業の整理次第かなって。そうだね、やっぱ中国絡みの銘柄はやっぱし鬼門だったんで、うん、まあ今回のその年末の特有の動きに関しては初めて経験した人もいると思うんですよ。需給悪い時にどういった動きを年末にするのかって、こういった動きするからね、覚えとってください。全体その信用改ざん多い銘柄っていうか、全体需給悪くて個別で見てもやっぱしこういった6月7月高値で半年期日が年末年始で損益通算に向かってっていう独特の動き、はい、これ一つのパターンなんで覚えておいた方がいいですよ。まあ今回はね半導体が当たり強いからね、そこが何とか助けてるけどさ、はい、基本的にやっぱ需給の悪い銘柄で暴落してると思うんですよね。まあ投げ売られてた銘柄が上がってきたね。資生堂とかすごいいいよね最近ね、ガンガン上げてくるじゃないですか。はい、でツイッターのコメントとか見てると拾ってる人結構いたみたいで、はい、めちゃめちゃ儲かってますみたいなコメント来てるし、そこあたりに関してよかったよね。ただ投げ売られてる銘柄まだあるから、まだね狙いに行ける銘柄あるよ。うん、
狙いに行ける銘柄あるよ。はい。みんな、どうでしたか今日。私も資生堂買いましたって儲かってるのかな、ももさんも。うん。まあ、どこで買ってるかにもよるけどね。まあ、でも安いとこで、打診、まあ、買ってる人、うちのチャンネル多いんじゃないの？うん。何、資生堂出遅れましたが、ちょっぴりプラスって。あ、ニコさんよかったですね。乗り遅れたのか。まあ、結構下から 10% 以上も上がって、もう 15% ぐらい上がってるんだっけ？はい。どうなるかですね。うん。トラキチさん、翔さんのおかげでウハウハですって。資生堂持ってるってこと？よかったね。うん。資生堂はね、あれバッチシだったね。当て方はね。うん。思い通りのその、ラインのところで止まってきてくれてるんで、はい。フィボナッチの 423.6% 戻しラインでしょ。ここにタッチで上がってるパターンでしょ。で、高値から半年期日、まあ、近いところで、まあ、切り返してきてる感じでしょ。大体、やっぱその、うん。ここはね、わかりやすかったよね、すごいね。で、ボトムアップは何パーセント？はい。15% ぐらい。12%、15% ぐらい上がってるから、うん、まあテクニカル通りだよね。高値から半年休止で、まあ近いっていうところで、圧倒的に投げ売られていて、そこでそのね、外国人、訪日客数が244万人とか、まあそういったニュースとかも出てて、まあそれに同意ついて上がってきてるわけですよ。需給改善期待ってところで。あと優待とか。で、ここもあるしね。はい。まあ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 、いいんじゃないんですか。で、例えば優待欲しい人は確かこれ1年縛りなんで、売却するとき、利益確定するとき、例えば100株だけ残しておくとかね。うん。そんなのもありだよね。はい。春聞きさん簡単でしたねって、そうだね。ここあたりは簡単だったね。で、チャンネルの勝率見ても、やっぱし、もう過半数以上の人が利益に回ってるから、はい。僕もその買ったやつね、直近買ったやつ上がってるから嬉しいですけどね、普通に。うん。資生堂乗れなかったって。まあ、でもしゃあないよね。もう乗れなかったら乗れなかったね。あとはまあ、どこで、まあどうするかってのは、あとは人それぞれなのかなって感じはしますけど。はい。スーパースタークレイジーさん、資生堂 PTS でまだ 1% 上がって、どこまで行くんだろう。相当投げ売られてたからね、資生堂もね。まあ売られてた分戻しもある程度入るんじゃないの？今入ってもう 15% ぐらい上がってるしね、ボトムからは。はい。持ってる人結構多いんじゃないですか。うちのチャンネル見てる人は資生堂結構その、ピックアップして話してたからね。うん。みんな注意して見てたりしたんでしょ。特にやっぱその僕が今買ってる銘柄投げ売られて圧倒的に投げ売られてる銘柄しか買ってないかなってところでいろいろスクリーニングをしてる中でみんな資生堂であったりインデックであったりとかでダイキンであったりとかそこあたり行ってくる人多かったじゃないですか。はい。あとはどこだ？安川電機も下げてるねとかあそこはもう切り返してきてるんだけど。うん。だからやっぱし僕はもう圧倒的に売られてるところを買った方がいいと思うんですけどね。安く買えたらその後多少上下しても気にならないと思うんですよ。ドタ金掴んで下げてきたらハラハラするじゃないですか。相当安、投げ売られて、圧倒的に安いところで買ってれば、多少下がろうが、安心して見てられるんですよね。うん。さらに下掘ってくるようになったらまた買いましたりもするけどさ。そういう前提で やったりもするし。ワクワクさん1600円スパチャありがとう。本日調整三井を1枚2画12月プラテンおかげさまで、年間1点したり110万円利益いきました。おめでとうございます。携帯トレーダーとして、まあ、御の字かといつもありがとうございます。ワクワクさんよかったっすね。よかったっすね。はい。いやー、いいっすね、本当にね。うん。で、墓穴を掘らないようにって、そうだね。うん、墓穴を掘らないようにだけは、しっかりとしていきましょう。僕はもう、今月はね、投げ売られた銘柄しか買わないっていうふうに決めてるんで、上がってる銘柄も持ってるからね。すでに。上がってる銘柄持ってるから、別にその高いところで買いたいな、もう上がってるしっていうふうに思うし、はい。今は、もう完璧に来年に向かっての仕込みです。だってもう12月22日だもん、今。もう12月終わりやね。あと1週間ぐらいで。なのに、今更、今年どれだけ稼ぎに行くかっていうところの最新の詰めをやるんじゃなくて、来年に向かって早めに仕込んでいった方が得策だと僕は思ってやってます。前から言ってるけど、早め早めですね。まあ、だから月半ばになったらもう翌月の動きですよ。翌月の動き。来月どうやって、収益上げに行こうかなっていうのを考えていくんですよ。テーマ、どうせ月変わったら変わったりもするんだから、日経平均の動きとかも変わってくるし、はい。って形で、僕は投資だけじゃなくて仕事もしてましたけどね。まあ、アステラス製薬、なんて話してたっけ、直近。あ、ライン引いてないのか。どうなんて引いてここかとりあえず。どっから引くかだよ。違うんだよな。違うんだよな。この下落の波動が入ったのがどこなのかなんですよ。初期でしょ。初期の波動でしょ。200日ライン違うもん。ちょっとフィボナッチはこれちょっと引きにくいな。引くとするなら、もうここあたりからか。こんな感じ。で、今その 261.8% ももう他の前、過去引いてたラインが邪魔やね。消しとこうか。ちょっと待って、見やすいようにするわ。まあ、下落方向にバンドオフだからね、バンドオフ終了のお知らせが出てから、だと思うんだけどね。まあ、日足が下の青のラインから剥がれ落ちてから、で、一旦また上がってくるっていう風に思ってやってたら、で、RSI が、やっぱしもう結構、売られすぎの水準近くまで下がってきてるんで、結構ね、いいところまで来てる感じはするんだけどね。ただ、バンドオフだからね。プラス、バンドオフ終了の日柄調整っていうところが入ってくるかどうかってところを見てほしいっていうところである。はい。メガさん、需給が重い。全体的にね、もう徹底的に需給悪いっすよね。びっくりするぐらい需給悪いわと思って。はい、マーケット全体で。びっくりするよ、本当にね。高値から半年、いつだーって。高値から半年、9月19からです。ここから半年で、ね。
信用取引で買ってる人たちがここから増えてるでしょ。だから9月19から3月27のレンジで取ってる感じかな。アステラス製薬を1650円で100株打診買いしました。もっとより伸び悩んでいます。のんびり待つべきでしょうか。そうですね。のんびり待つべきですね。はい。ここに関しては、やっぱりここも需給っていうか、やっぱその、しこってる銘柄じゃないですか。うん。4503見ましょうか。今の状況。制度信用改ざん多いもんね、まだね。はい。倍率、制度信用倍率 15.06 倍。退職倍率809倍なので回ってないんですよ、目先。で、直近信用改ざんがまた増えてるんだよね。なので、上値重たいです。なんでかって需給が悪いからですよ。はい。これは、ちょっとその長めに持つってゆっくり見ていくっていう感じになると思うよ。で、1650ぐらいで買えてるってことは、多分配当利回り 4% でしょ。今の時点でも 4.19% だから、やったらちょっと中長期的な目線で見ていくっていうのがいいんじゃないかなっていうふうに思う。だって200日から結構乖離してるからね、東がね。はい。乖離率結構あるんで、もう 20% ぐらい下がってますもんね。やったら、ちょっと長めに持っとこうよ。配当利回りも高いし。で、3月、9月に配当月だから、3月配当だから、最悪ね、2月ぐらいから、もし、アステラス製薬が安く推移してるならば、またそこから上がってきやすいっていうところもあるわけだから。もう来年に向かった仕込みだよね、これはね。今年じゃないです。アステラス製薬の、取り所っていうのは。短期でやろうと思うんだったら、この銘柄やるべきではありません。ちょっとのんびりやってこうよ。需給も悪いし。ただ配当利回り今、持ってる人高いし、200日から乖離してるしっていうところで、はい、そういった配当取り銘柄なんじゃないかなっていうふうに思いますね。そんな感じです。武田薬品を3923円で300株、アステラス製薬を1630円、今日買ったの300株打診買いしました。長期で持ちたいと考え、怖いとこだからね。下がったらどんどん買い増したいのですが、分析お願いします。いや、別に今買ったばっかしならば分析どうのこうのじゃなくて、今下落方向にバンド置くっていうか、年末年始に向かってどっちも弱含んでる銘柄じゃないですか。今じゃないですよ。今打診で今回入ったんならば、考えなくちゃいけないのは年末年始の後どうしようかっていうところだと思いますよ。そんなに打診で買ってそこまで下がっていないのに適当なところで買うっていうのはなしね。ある程度下がったところで追加で買うんだったら買うっていう形でやったらいいんじゃないですか。武田に関しては下落方向にバンドを食って今日窓開けて下がってるけどさ、ね、配当利回りは高いからね。うん、はい、下落方向にバンド食ですよ。ただし今日ボリンジャーバンドの武田に関してはマイナス4シグマぐらいまで下がってるので、ワンチャンマイナス2シグマぐらいまでの修正波が入ってくるかもしれないねっていう期待はあるよね。マイナス3、4シグマぐらい、3シグマ、マイナス3シグマだね。はい。うん。回って、設定変える。戻すわ。こんな感じで。はい。アステラスは使用商品の特許切れで業績悪くなるので、的な話が出てるって。はい。ケミカル系っていうか、医薬品系、アステラスもそうだし、で、武田もそうだし、化学で言うなら、資生堂であったりとか、あそこあたりも大きく下がってるよね。でもね、武田とかね、やっぱ3月に上がっていく銘柄なんですよね。結局のところ、配当取りで。やっぱみんな狙ってるっていうか、みんな欲しい人多いから、武田は。だから、今下がってたとしても、また2月、3月ぐらい、2月ぐらいから、またね、下げてても同意づいてから動いてくるんじゃないのっていう、そういった安心感っていうか、材料的なものがあるからさ。はい。それはでかいよね。うん。何?天野さん、電柱さん、高木さん、こんばんは。今日は中途半端に戻ってしまったので、空売り比率が大して上がっていませんね。日銀会合は変な結果だと、大量の新規空売りが入って、32,300 から32,400あたりの平均線の束をぶち抜いて下へ突っ込んでいきそうですね。200日ラインまで行くのかな?そうなってくると、PR14 倍のラインぐらいまで。はい。武田3500くらいまで下がってほしいなって、下がってほしいね。下がったら、昔からのオールドカンパニーだし、医薬品だし、ってところもひっくるめて、はい、上げてほしいですよね。振幅的な考え方見ましょうか。要は、ここからここまでが 10%、ということは、ここからここまでが大体 10% なんですよ。同率のその振幅なんですよね。200日移動平均線をベンチマークというか、中央線として、地震のね、上下波動あるじゃないですか。同じ波の上下の波長を形成するなら、ここあたりで一旦判定してほしいなっていうところあるけれども。はい。そんな感じです。武田欲しいタコ足配当。タコ足だね、MK さんね。でもね、なんか知んないけど上がるからね。別にタコ足だけどさ、あんまり、どっちかっていうとね、利益切り崩してからさ、出してるから、あんま好きじゃないんだけど、バイオだからね、潰れることもないっしょ。おそらくわからんけど。医薬品っていうかそっち系ってやっぱし、ね、亡くなったら大変ですもんね。やっぱそういった期間が。はい。神戸製鋼所かな?はい。お願いしますと、つくば A さんですよね。買ってるのかな?株価と株数とかも、そこあたりも知りたいけど、ここギリギリのラインを保ったんですよね。この逆、ヘッド&ショルダーの形が見えてるところで、ここで下げ止まったわけじゃないですか。でも日経上がったんやったら全体一旦上がるのかな。上目線で話すけど一応。ここのラインね。RSI の終値抵抗ライン超えて MACD もゴールデンクロス形成して、ストキャスティックスまだ加熱ラインまで上がってないんですよね。買い取り回り高いしね。
PR が 5.5 倍、PBR が 0.65 倍、配当利回り 5.3% なので、まあ、とりあえずここで買ってるんだったら、下がったとしても配当利回りが高いので、で、PR、PBR 的なところで言っても、まあ、あれ、じゃないですか。安いじゃないですか。うん。ボリバーの中央線25日あたりでよね、とりあえずこの、上値の抵抗ライン抜けてきたら上の方に行くんじゃないのって感じするけど。はい。しばらくこの、ね、上昇続いてほしいっすよね。フィンペックスの分析、たぎり姫さんのやつですね。400株を2062円で持っています。12月末の配当で上がると思っているのですが、そこまで上がらないような難品しようと思っていますが、いかがでしょうか。2060円までは、ワンチャン無理かもしれへんですね。うん。そこまで戻すっていうのは。はい。12月配当かって、せやね。だからその一旦200日ぐらいまで下がってから切り返す動きが入ってきてるんですけど、200日移動平均線近辺の1800円近辺で買い場なんですよ。買い、打診を入れるところなんですよ。どっちかっていうと。っていうか、2060円で買ってて、1800円ぐらいまで下がった時あるのに、そこに出し入れなかったってところが一つ問題かな。メンバーさんやったらわかるよね。例の9文字熟語ね。なんで200日移動平均線あたりで一旦自立反発が入りやすいのかっていう解説をした動画があると思うんですよ。で、時期的なところで12月配当月ならば一旦買い物としての手が入りやすいっていうところもある。で、バンドック日柄調整の動きっていうところもそうでしょ？いや、ただしってところある。ただ、もちろん。今日の結果見てからだよね。そうなんだよ。ただしなんだよ。今日の日銀のスケジュールがなかったら、200日ラインで打診もできてたかもしれない。まあ、200日ラインはちょっと難しいけど、まあ、ちょっと日柄調整ぐらいになったあたりかな。うん。ピーチさん、9文字復興はシャープ107にそうだね、ありますから、メンバーさん見とってね。うん。2060円で、ワンチャン戻ってくるかもしれない。まあね、日銀の政策決定会があったからね、僕もその、ここ通過してから買ったからね。うん。明日上がるとしてその後だよね。ってそうだね、カモスさんね。明日上がるけど、その後も上がるのかどうかってのは、やっぱ米国株の動き次第なんで、米国株が上げてくれたらね、どこまで続くと思う、みんな。今の流れ。チャットによかったらコメントください。うん。たくまさん、9文字熟語意識してますか？ 200 日にギリ届かずに上がるときは難しいって、せやね。うん。200日ラインでタッチして上がりやすいかどうかっていうのが、ちょっと期待値のところがあって、ただ単純に、200日にタッチしたから上がるっていうか、まあ、抵抗ないんだから、上がるっていうわけじゃないですよ。クリスマス前までかな、クリスマス年末ギリまではって上がってほしいよね。ギリギリまではね、上がってくれるんやったら、俺も含み益増えるし、利益っていうか資産増えるんで、全然困りはせへんから。でも買いたかった銘柄全部買えたわけじゃないからな。そこなんですよね。いや、個別ごとには、必ず押す銘柄あるから、全部が全部上がるんだろうなというふうには思ってますよ。だって信用取引で買ってる人非常に多いんだから、最後の最後までこじれるだろうっていう銘柄あると思うんですよ。だからその銘柄で、狙ってる銘柄がそれに該当するかどうかなんだよね。いや、直近急落していて欲しい後輩と銘柄が複数ある中で出し入れてる銘柄もあるんだけど、もうちょっと下がるのを待ちたいなって思ってる銘柄があるんですよ。それを買ってないんですよね。上がってったらまあご縁なかったっていう形でさ、諦めるけどさ、次のチャンス待てばいいから、どうせ。ここなんだよね。用意していたキャッシュも全部使い切ってないからね。まあ、全部使うつもりないんだけど、はい、クリスマスラリーお願いしますって、いいクリスマス過ごしたいっすね。クリスマスもライブ配信するからね、みんな。はい。うん。インペックス。はい。トイッシュさんですかね。ん ?1835 円で差し入れたら買えたって。ああ、よかったっすね。今上がって含み益は今月配当月だから上がってくれたら嬉しいね。とりあえずボリバーの中央線25日。はい。先の動きとしてはね、そんな感じだと思います。3407なら朝日課税。あ、いいや、銘柄じゃないですか。上がってたでしょ、確か。うん。強いよね。100株購入早くも2400円含み益。今後の動向アドバイスお願いします。株講座作ったばっかり初心者で長期で、いつまで？長期だよ、これ目先の動き無視ですね。PBR1 倍割ってた銘柄なんで、はい。長期です。配当利回りもそこそこあるでしょ。あれ 3%?4% 弱？ 3、4% なら。4% いってないよね。3% 後半ぐらいかな。うん。PR が 16.6 倍、PBR が 0.78 倍、配当利回り 3.51%。で、需給は整ってるんですよ。で、ここの BPS がなんぼなのかってとこなんだけど、最新のやつ計算してなかったね、そういえばね。なんぼなんだろ、今。ちょっと待ってね。株価が、1023円でしょ？うん。1311円ですね。将来的には、今の業績のまんまで行くと、1311円ぐらいまでどっかの段階で行くかもしれないね。っていうところで、長期です。はい。どっかの段階で。でも、それが目先なのか、半年後なのか、1年後、数年後先なのかってのは分からへん。だけれども、過去の、やっぱその、朝日化成って PBR 一倍超えてた銘柄なんですよ。なので、中長期です、これは。はい。そんな形でいいと思いますよ。闘争の配取り回り 4.46% で、PBR が 0.74 倍ですもんね。過去 PBR 一倍超えてた銘柄なんで、で、信用改ざんの整理はもうだいぶ済んでます。てかもうほぼほぼもうカラッカラな状況です。はい。長期ですよね。そうですね、打診買いっていうことやったら、はい。で、ワンチャンもう一発下来る可能性があるとするなら、
一応バンド終了後の動きなので、パラボリックマック D が、上昇トレンドを形成すると、ボリンジャーバンドの中央線、この赤のラインであったりとか、25日移動平均線のラインかな。はい、そこまでこう、上がってくる期待値があるので、そこ見たい。ただし、25日と50日のデッドクロス形成が入りそうなので、多分、そこあたりを、はい、認識してると思うんですよ。闘争打診で買いたいっていうことは。うん。まあ、配当利回り高いし、PBR も 0.74 倍なんで、長期ですよね。短期銘柄で闘争やるかどうかっていうと、短期ではやらない。あ、戻ってきたら取るかもしれないけど、あんま値幅取れないもんね、闘争って。なので、本当にもう配当取りで中長期的に、将来的に PBR 1倍まで戻るかどうかってところを見ながらやっていくっていう感じでいいんじゃないでしょうか。はい。そんな感じがします。闘争に関しては長期ですね。配当利回り 4.46% っていうところで、多分打診で下がったとしても、また買えばいいかみたいな感じだと思うんですよ。はい。いいんじゃないんですか、それで。で、RSI の生まれ抵抗ライン、丸の戻しライン、目先はとりあえず期待っていうところでいきましょう。ストキャ RSI、MACD、別に今、売られです、買われすぎかはないかなっていう状況ですね。うん。今この瞬間、暴落中の銘柄といえば、暴落まだしてるやつ、安いやつ？どこだろう？皆さんどこだと思います？ちなみに。今、この瞬間で暴落してる銘柄って。僕の口から言ってしまうと、年末に向かって狙ってる銘柄が透けてしまう可能性があるんで、ちょっと控えます。はい。うん。まだ買いたい銘柄あるんですよ。で、今日見てたら、一旦戻ったんだけど、また下がってきたんだよね。うん。若干プラスなぐらい、まだ上値重たいなと思って、まだ買ってないっすわ。はい。どこが、暴落してるのかっていうのを、皆さん、チャットの方に入れてってもらえると嬉しいです。で、そこを、よかったら、参考にしながら、来年以降どうすればいいかってところを、皆さん知っとく、見てもらえたらいいんじゃないですかね。はい。アステラスか、武田か。武田も4000割ってるね。カプコンも下がってるね。ヤクルトも、そうだね。投げられてるって言ったら投げられてるよね。ヤクルトどんな値動きしてんだろう、今。見てないね。そういえば。重たいんじゃない？上値。ヤクルト本社。ああ、ほら。投げられてんじゃん、まだ。年末年始まで苦しいかもしんないねってした銘柄が下がってるでしょ？ピジョン。あ、ピジョンも確かに1600円台ぐらいだったっけ？あ、でも今日上がってたっけ？下がってたっけ？わかんないけど、ゲーム関連株落ちてるよね。あ、そうだね。スクエアにエニックスとかも、スクエアエニックスとかも下がってるし、スクエアにね。で、セガス、バンダイに関しては今日も上がってたね。昨日分析した銘柄だったけどさ。はい。あそこあたりも下がってる。はい。これを参考にするのかっていろいろあるよ。まあ、トマト銀行はね、ピーチさん、それはネタなんで、あれっすけど。俺は買わへんけどさ。はい。俺は買わへんけど、まあ、こんな感じです。まあ、皆さんね、どこあたり投げられてるのかっていう、まあ、参考になるようなね、銘柄もちらほらあったし、中には、俺が狙ってる銘柄の、銘柄名も、あった。どれかは言わないけどな。はい。ヤクルトでは、ただし、一つだけ言うならば、このヤクルトではないというところで、皆さんよろしくお願いします。いうところで、今ちょうど出してるからさ、ヤクルト。はい。これかなと思う人いるかもしれんけど、ヤクルトではない。ちなみに読み上げてない。よろしくお願いします。はい。ないな、山田太郎さん、本音は言えないよねって。本音は言えないね。うん。相当圧力かかってると思いますよ。ワンチャンスだったかもしれないもんね。ラストね。うん。ラストワンチャンスだったかもしれないもんね。上田さん的には、おそらく、やっとからもう機会ないかもしれへんって思ってるんだとは思うんだけど、政治的なのか何なのか知らへんけど、裏から圧力相当入ったんじゃないかなっていうふうには思うよ。うん。はい。8136。サンリオ。6700円で500巻持ってます。下落方向にバンドオークです。あれこれなんて言ったっけ、年末までこじれんじゃないのっていうふうに言った銘柄だと思います。はい。下落方向バンドオフなんで6700円で500巻持っていますでしょ、カキカキ G さんかな。6700円、ここで買ったってことか。ここで断続的なデッドクロス形成が見えてるところで買ったってことでしょ、うん、いや別にまだねウサギの周りの兆候なんてないっすよね、ここに関しては。まあ、ここ取っておきましょうか一応。はい、こんな感じで。で、フィボナッチの 423.6% 戻しラインと 361.8% 戻しラインのレッドゾーンが4970から4454なんで、まあ、ここあたりで止まってくれるかどうかなんだけど、はい、なんか参入は最後までこじれんじゃねえのって言った記憶があります。違ったっけ、みんな。覚えてる人いる。何銘柄もさ分析してるからさ、毎日何十銘柄も忘れちゃうよね。どの銘柄見たか見てないかって、同じような銘柄もあるし。売り出しで下がるっておっしゃってましたって。あー、それか。まあとりあえず下落方向にバンドオフなんで、売り出しってことは PO ってこと。よう覚えてない、やっとらんけん、産業に関しては。はい、覚えてない。まあ下のね、お昼ぐらいしてまた、お昼過ぎしちゃう、動くのがどうなるかだよね、本当にね。やだな、ハラハラの展開。でもワクワクもしてる。ユウさん、ファラック6954お願いします。半年期日&日銀の政策維持を見て4094円で200円しました。数ヶ月の中長期で考えています。だったら少し見とけばいいんじゃないですか。うん。逆ヘッド&ショルダーなんですよね。ここですね。はい。この点線ラインを抜けてきたら、少し上がってきやすいかもしんないねっていうのを、昨日配信で確か話してたと思うんですよ。はい。だったらちょっとその見てていいんじゃないですか。しかもやっぱしファラックって有料企業だから、それが暴落してからの今リバウンドが入ってる感じだもんね。で、前5300円ぐらいから今4105円。2割以上下がってるわけじゃないですか。うん。なんか変な企業だったら、私も、ファラックでしょ？私日本代表するやっぱしメーカーなんで、ファラックって言ったら。持って
やられはしますよね。うん。持ってられますよね。時はまだ加熱気味のラインまではないと。RS、MacD とか、RSI とか、はい、そこも別にない感じですね。うん。そうだね。信用期日だもんね。6月、4月高値のね。年末ね、ここからここで、12月19日って書いてるんだけど、最初にやっぱその、損失予想最終日ぐらいまで引きずるから、そこだけ、ケアしながらやっていけばいいんじゃないですか。うん。底値圏でかなり拾いましたって、ハードセンサーファラック底値圏で大量に買ったんだ。よかったですね。おめでとうございます。はい。俺もね、安いところで買えてる銘柄がね、あるんでね。上がってくれたら嬉しいですね、相当今。290円だからもんね。今晩、米国株上がってきてくれたらね、さらにその、明日楽しみなんだけど。はい。ワンボーさん、ファラック今日買いましたって。へぇ、そうなんですね。ファラック買ったんだ。うん。はい。アンディ05さん、6.02 倍って。ファラックの時給かってこと？ね、ファラックの4日時給。6954でしょ？PR34.2、PBR2.31 倍、配当利回り 2.29%。で、信用改ざんが、倍率が 6.02 倍ね。で、改ざんが169万株で、直近ピークからは低価基調ではある。だいぶ整理はね、少しずつなんだけど、進んできてはいるんだよね。はい。まぁ、ちょっと見ながらでいいんじゃないですか。うん。なんかやっぱ高いところあったからね。で、そこから見て、今の値段ってところでやってると思うから、いいと思いますけど。うん。いいじゃないですか。まぁ、とりあえず見ときましょうよ。下がっても、ファラックだったら安心して見てられるっていうのはあるよね。圧倒的に下がってきたらまた話は別だけど、指数とかがさ。うん。シマさん、ファラックは8月頭に制度信用買いが急増しているので、期日は1月末頃ではないのですかって。その考え方もあるんだけど、ただその前に株数見ようよ。信用買いが入ってる。急増してるのは言ってる通りわかるよ。7月末ぐらいならわかる。なんだけど、その時点で、100万株オーバー、150万株ぐらいの信用改ざんこの銘柄に入ってるんですよ。それが多いか少ないかというと、多い方であると思うんだよね。うん。で、これが例えば、信用改ざんが急増する前に10万株だったものが、信用買いがね、それが、7月とか8月に100万株にドーンって10倍増えましたっていうことなら話は別ですよ。はい。その場合は、高値ケースは、そこあたりだよねっていうふうに判断されるんだけど、もともと100万株とか、100万株オーバーの信用改ざんが、信用買いが入っていた銘柄が、さらに乗っかって300万株、400万株増えたっていうことならば、その場合は、でも過去から遡ってみた方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますね。七福さん、IHI701 さん、投げられてる銘柄ね。悪材料ってからね。買おうかと思っています。結構落ちてきたかと思いますが、1月頭まで待った方が良さそうでしょうか。打診から入ればいいんじゃないですか。配当利回り結構その IHI 現状の株価で言うと高くなってきたと思うんですけど、7013、うん、IHI でしょ。配当利回り 3.87% ですよね。今だいぶいいところまで上がってきたなとは思う。うん、まだその完璧に戻すかどうか決まったわけじゃないんですけど、まあ年末に向かって、例えばその今、打診入れておくとかって全然ありなんじゃないの？このバンドークだから日柄調整が入ってっていう動きで、あとパラボリックマック D が上昇トレンドを形成すると、ボリバーの地方性25日まで戻すねっていうところだと思う。配当利回り 3.87% 結構でかいけどね。一応ボーイング関連でもあるけどね。うん。航空エンジンとか大型ボイラーとかどこやったっけ？ボーイングの、ボーイングやったっけな？それがなみに確か下がったよね。これそこあたりの基地うろ覚え。悪材料、確かそこあたりの悪材料、航空機関連でボーイングっていうかその飛行機関連で悪材料出て下の方に突っ込んで、そこの、要はその損金額が計上されて下の方に突っ込んでてっていうのが流れだったと思うから、はい、 IHI 欲しいわってね。 IHI はね、いい銘柄だよ。オールドカンパニーだけど、やっぱそのね、主力級の銘柄ですよね。主力っていうか、前なんていうかな、主役級の銘柄の一つではあるとは。はい、 IHI PTS でプラス37円だって。 1% ぐらい上がってるってよ。アネットさん、小松は買えたけど IHI は買えなかった。え、 IHI まだ安いじゃん。安いっていうか、その 1% 2% 上がっても高知れてるぐらいのところで、なんか高いところから動いてると思いますけどね。どこ頭と尻尾はくれてやれでいいんじゃないんでしょうか。っていうか、あれなんですよね。みんな、やりがちな人ってやっぱしやると思うんですけど、みんなそのドタカでドヤスネで買いたいと思ってる人がやっぱし全体的なパイで言うと多いから、この配信内だけじゃなくてね、他のその投資家全体全般的に言えることなんですけど、一番安いところで買いたい、一番高いところで買いたい、それ狙ってたら買えないからね。売れないしね。うん。どっかでやっぱし妥協しないと。だからやっぱし頭と安値はくれ、頭と尻尾はくれてやれって形でね、やってもらった方がいいんじゃないかなっていうふうに思いますけど、鎌田の吉さん、目白のマックンさん、自分も我慢しきれずフェローを買ってしまったって。フェローテック、まあでもほら利回り高いし 3.8% ぐらいっしょ、フェローテックは。うん、いいんじゃないの別に。 PBR 1倍大きく下回ってるし、過去あそこまで上がってた銘柄なんだから。で、また PBR 1倍ぐらいをちょっと長い目で追ってく、配当金もらいながらっていう形でやってればいいんじゃないでしょうか。はい、そんな形ですね。うん、そんな感じですね。6594ニデック上がったね今日ね。うん、でもまだ投げ売りが入ってたよ。5666円で100株買いました。5から下がっててややマイナスです。信用改ざん多くて我はまだ重たいですかね。信用改ざんは若干減ってはいた。ニデックは若干減ってはいるよ。ただし、ここもね、ちょっと長い目で見ないといけないですね。で、目先の動きとしては、5日移動平均線と25日移動平均線のゴールデンクロス形成が見えるので、ストキョンまだ上がりきってないもんね。
MacD、RSI。RSI に関しては、ワネラインは抜けてはいるんですよね。こんな感じで。ニデックに関しては、ここのワネライン抜けてるんですよね、一応ね。そう。でもね、やっぱし、ワネはまだ重たいよね。信用改ざんの整理がさ、進んでるとは言っても、まだまだやっぱし多いんで。ヤクルト、Y& さん、こんばんは、いつも配信ありがとうございます。いや、こちらこそ、年末まで引っ張るでしょう、ヤクルトは。3,298円で持ってます。分析お願いします。年末までです。年末年始です。前から言ってるけど、もう言った通りじゃないですか。この辺りの値動きなんて。5月、まあ、高値で、まあ、年末年始ぐらいまで、こじれるよねって話してて、判定するとしたらそこあたりなんじゃないですか。うん。はい。そこあたりなんじゃないですか。判定するとしたら。もう税制上の売りが出やすいところなんで、うん。見るからになんかそんな感じでしょ。アップさんもビップエンバーいらっしゃい。一緒に頑張っていきましょうね。だからこういった銘柄が、いっぱいあるよって話をみんなにしてると思うんですよ。はい。こういった銘柄が。もう6月、7月はここなんだけどさ、そこから下がってね、需給重たくて、まあ、上がるに上がらないような銘柄。はい。そういった銘柄に関しては年末バーゲンセールになるかもしれないねって話してて、その通りに動いてますよね、全体で。大体が。うん。まあ、年初来高値更新して上がってる銘柄もあるけれども、一方で、やっぱし有料株が、こういった値動きをしている。私は今年早朝のね、信用改ざんが大量に詰まってるっていうところが、こういった値動きをね、助長してますよね、本当にね。うん。はい。何?どれを拾いに行くかって。だから、決算良くていいのに投げられてる銘柄?決算いいのに投げられてる銘柄?悪いのに投げられてるじゃなくて、決算いいのに投げられてる銘柄を拾いに行くのがいいんじゃないですか?それってやっぱりその、結局のところ、需給が影響してるっていう形だと思うんで。机に、お願いします。どこまで掘るのでしょうか?はい。下落方向にバンドオークなので、バンドオーク終了までは掘ると思います。ワンチャン年末年始、それ以降なんじゃないですか?スクエニに関しては、もうあれですよ。来年です。2月です。なので、1月ぐらいから、来年1月ぐらいから動いてくるかどうかですね。はい。もうファイナルファンタジー7、リバース。そこの話題で、どれだけ切り返してくるかどうかの世界だと思いますね、さっきはね。うん。リバースです。ファイナルファンタジー7はね、やっぱすっごい有名なタイトルだからね。はい。僕も買うんだけど、そのためにプレイステーション5も買う予定なんだけど、日本の方でね。うん。僕は、リバースでやりますね。で、欲しい人は多いっす、はっきり言って、ファイナルファンタジー。で、過去、ファイナルファンタジーリメイクかな?その話題が出た時はやっぱ上がったよね。うん。だからね、もし上がるとするなら、リバースのところが出てからかな。ただし、これってやっぱし、この銘柄も、さっき言ったんだけど、ゲームの規制、中国の規制のありを受けて、今日はやっぱ下がってるんですよ。うん。そこまで2回目だ、今出たばっかしの情報じゃないからさ、毎回言われてたやつだからさ、そこまで影響はないと思うけどさ、うん。信用改ざんが多いんだよね、この銘柄にしては。制度信用倍率17.1 倍で、投げ裏以外も入ってるような状況です。ここも、もう6月、7月高値でしょ?はい。半年期数に向かって、投げられてると。いうような形かな。年末年始ぐらい。はい。もうこれ信用の投げ売りが終わったぐらいだよね。もしやっていくとするなら、そんな感じがしますけど。うさぎパンダさん、プレステ5ってもう普通に買えるの?買えるよ。もう電気屋さん売ったら普通に売ってるし。はい。もう皆さんね、ぜひとも行ってみてください。電気屋さん売ってるんで欲しい人は。知らなかった人はね。まあみんな知ってると思うけどさ、大体の人は。うん。普通に買えるよね。死んだ万象さん。はい。FF7 ってね、そうだね。ユフィのね。はい。究極必殺技の死んだ万象ね。うん。だったよね、確かね。ヤスニーさん、スクエニ気配見えたら乗り遅れないよう打診しますって、そうっすね。スクエに関してもスケジュール出てるんだから、もし乗ろうとしてる人がいるんやったら、2月に向かってっていうところで、しっかり見せた方がいいと思う。ファイナルファンタジー7リバースは、多分ゲーム実況者もやり始めるんでね、YouTube 上で。出たらみんなやり始めるから、ね、芸能人とかもやってんだから。うん。で、ゲーム配信してるしよ。この前リメイクはしてるよ。はい。欲しい。うん。もう個人的には。ケイさん、今日は下がると思ってたのに上がってきたかーって。おう。はい。僕は買った前やつは、そのまま持ってる感じですね。上がってってるんで。うん。でもその一部ポジションは、短期のものは調整しながら、売り上がりつつ、持ち越す準備を進めてるっていう感じかな。余裕を持ってから。はい。鈴木、5500円で、1000株かな?はい。明日の続進思想分析をお願いしますって。そうっすね。一応その、期待値のところまでは上がってるよ。はい。バンドオーク、日柄調整が入って、パラボリック、マック D が上昇トレンドを形成してっていう、バンドオーク終了後の動きだよね。で、ボリンジャーバンドの中央線25日移動平均線まで上がってきてるので、一旦はここですよね。期待値のところまで上がってきてるんですよ。うん。私は、的には十分大暴落したのではと思いますって。結構大暴落してるよ。個別銘柄。強いのって、半導体ぐらいでしょ?半導体とあと海運株かな?うん。あそこあたりの地政学的リスクがあって、上げてたりとかして。まあ、需給のいい銘柄は、他対展開だったけど、投げられてる銘柄相当投げられてるからね。これ買ってるってずーっと言ってるのに。今更すぎる。はい。とりあえず、ここあたり。はい。半値戻しラインがここなんですよね。6014円。まあ、鈴木 PTS ってプラス257円やでって、ピヨピヨさんありがとう。257プラス257円で
6000円だからここでしょ、ということは半値戻しでしょ。で 61.8% 戻しラインと一目の上限とボリンジャーバンドのプラス2シグマラインがここあたりにあるから、そこまで戻すかどうかっていうのを見てったらいいんじゃないですか。そんな感じですね。ダイハツから流れてきてるかもしれへんそこの悪材料絡みで上がってきてるのかもしんないね。はい、トヨタ系のね、なんだっけ、140項目くらいだったっけ、種目だったっけ、なんかそれで不正かなんかがあったみたいな感じのやつだったんじゃないかなというふうに思いますけど、川崎汽船5400円ノーさんのやつ910上がってたよね。5400円100巻持ってます、分析お願いします。まあ引けた金で終わったもんね。でも来週なんだよ、今分析してるけど、重要イベントの出方次第なんだよ、両極端に動くで、おそらく。来週は、ないなら上でしょ、あったら下でしょ、日銀が。なんかしてきて、なんか大きく修正かけてきたんやったら、下行きやすくなるでしょ、おそらく。マーケットの反応だけで言うと。で、ないなら、米国株急騰してんだから上がりやすくなるわけでしょ。難しいっすよね、そこあたりがね。で、とりあえず、期戦に行く。まあね、5400円で買って、下がりました。はい。そうだね。わかりにくいんだよな、このチャートって。ざっくり引いちゃうけど。こんな感じ？あ、そうだね。で、まあこのヘッダーのショルダーっぽいところ、上抜けて、下抜けて、まあこういった形でちょっと書き直すんだけど、この点線ライン抜けてきたらいいんでしょうね。逆ヘッドショルダー形成で。で、ここね。61.8% 戻しないこれ。78.6 で 61.8% 戻って。で、ここがこういう感じ。三角持ち合いのレンジ内での動き。上根のラインタッチしたらちょっとポイントで見ときましょうか。川崎線はね、どこなんだろうね。どこまで行くんだろうね。一応過去引いてたレッドゾーンはここなんですよ。7721円か。で、今そのフィボナッチの 161.8% 戻しラインで止まってるんですよね。で、9107。PER が 13.7、PBR が 0.9 倍、配当利回り 3.27%、BPS ラインが近いね。ちょっと訂正せなあかんと思う、これは。まだ書いてないでしょ、多分過去のやつから。6115円でしょ ?6794 円。そこをちょっと意識してて。6794円。ここが解散価値なんで、川崎線の。妥当な株価まで、この段階で戻るんですよ。ということは 261.8% 戻しラインも意識されるから、一旦 BPS ラインタッチした。ごめん、タッチしちゃった。マイク触っちゃった。ここあたりまで上がったら、目先利益確定寄りが出てくるかもしれないねっていうところをちょっと意識してみてもらったらいいんじゃないかなというふうに思います。はい。タイマーさん、そうですね。PBR 1倍水準が目標と睨んでますって、そうだね。一旦6800、900ぐらい意識されるよね。このチャートを見る限りは。はい、そんな感じですね。とりあえずその上昇方向にバンドオフだから、バンドオフ終了のやつ見ながらやったらいいんじゃないですかね。はい。俺も川崎3万で利確しちゃったけど、しょうがないって。まあ、しょうがないね。そこに関してはね。取れたもん勝ちです。取ったら勝ち。はい。負けなければいいんですよ。負けなければ。ピンチはチャンスなんで。はい。はい。レオナルドさん、ソシオネクスト、焦げついてきてる？俺見てない、最近。下がってるの見とったけど。あー、上がってきたね、若干ね。はい。徐々に仕込んでいって良さそうでしょうか。まあ、信用改ざん多いからね。期日通過、分割前でしょ？はい。どうなんだろうね。基本的に、分割が転換点になりやすいってのはあるよ。いや、その、株式分割の時の、よく出る期待値のあるパターンに関しては、株式分割日に向かって下がってった場合、そこを起点として上がりやすくなるし、逆に分割に向かって上がってった場合、そこを天井として下がりやすいっていう期待値があるんですよ。要はその、株式分割される日が、この S っていうところが、転換点としてなり得るんですよね。ここがね、合体値だったっけ？ただしってのがあって、まあ、需給が悪くね、なる銘柄とかはちょっとやっぱし下げていきやすいよねってあるよ、期待値的なところで言うと。今ソシオネクストって信用改ざんバチクソいじゃないですか。600万株合算ね。はい、精度で375万株でしょ。それが5倍になるんですよ。600万株の今その改ざんが合算のこれが5倍なんで3000株3000万株3万株か3万株になるんですよ。3000万株になるんですよごめんなさい。うんってなった、今、自分の中で。そう。600万株が3000万株になるので、5倍になるので、信用改ざんがめちゃめちゃ増加するんですよね。3000円の株なんだけどさ。こういった形で、需給が重たい銘柄で、比較的して株的な動きがあって、高値から半年に向かって下がっていて、分割日が、目先にあるっていう銘柄に関しては、分割日に向かって下がりやすいっていう傾向があります。はい。だから下がってるんですよ。過去にあったからね。だから知ってるんですよ。こういった傾向が出てる銘柄、分割に向かって下がりやすいなって、指定株的な動きをしたやつね、はい、しやすいっていうか、特にその中小型株であったりとか、そっち寄りのところから、比較的時価総額が超大型株よりも低いところで、分割した後ってやっぱし投げ売りとか出やすいからね、はい、まあどうなるかですね、そこあたりに関して。ああ、三菱商事が80558って、ああ、お杉さんありがとう、やろうか。これ前下っ離れたら下行くよねって話したと思うんですけど、確か慎重にやったら、三角持ち合い下抜けてきてるし、分割前に変え、別にここはゴールじゃないので、少し
値見たらいいんじゃないですか。分割前に買いたい、分割後に買っちゃダメなのって思っちゃうんですけど、一応目先組んでた三角持ち合いを下抜けてきてるので、ストキャスティックス、まあ明日今のちょ先物の動きだけで言うとなんかこんな感じだから、どうなるかな、慎重に行こっか。インペックスも同じだったねって、そうそう、インペックスも同じだからね、下割っちゃってるからね、下でラインで三角持ち合いので、もしこれが年末に向かって下がってくんやったら、分割あたりでまあ一旦こう反転上昇って感じになるかもしれないね。だからそいつは最終日過ぎたあたりっていうところかな。商社株ほとんど三角持ち合いって、いや抜けてるやつとかあるじゃん、ソーディスとか。一体何、下がったら分割後がお得かもって。そうだね、大石さんね、下がったら分割に向かって上がったらそこが天井転換点で下がる、分割に向かって下がったんやったらそこを転換点として一旦上がりやすいっていう期待値が僕の中にあるので、それはもう何年も、もう YouTube 始めた初期の頃からずっと言ってることなんですよね。だからもうそこを持ってくっていう形でいいんじゃないんですか。一旦分割前に下がって上がったらそこを天井として一旦落ちやすいよ。逆に分割に向かって下がってったらそこを点としてなんていうかな、上がりやすくなるから、どちらにしても分割に向かって下がってくるんやったらってところでみたいなんじゃないですか。